大体日本中心に。で、鈴木と2人で練習するような感じでした。久々に海外の選手と走ると、ダウンウィンドなんかはすごい良くなってたんですけど、クローズの部分に対して言うと全然ダメで、いろんな選手と走り合わせができなかったことがすごいマイナスになってしまったところはあります。体力面とかフィジカル面ではしっかり逆に日本国内にいるのでできたことがあって、なんで向こうに行ってその悪かったところを修正するのも少しはやりやすかったかな。やっぱりその最初はまあ切り替えれたんですけど、そのまあ12月とかそのちょっと手前ぐらいからずっと乗ってきてる中で、いや1年は長いなって、しかも遠征もない状態でずっと練習だったので、それはすごい感じました。あの同じ船を、大会側に供給されて使うので結構船の差がないので、そういう中でこうやっていくのが自分たちの種目の魅力かなっていうところが、すごいフィジカルが必要な種目でもあるので、やっぱアップウィンドウのこう体を使ってダイナミックに動くところとか、ダウンウィンドウのこう波に乗せるっていう作業が結構あるんですけど、そういうところを見てもらうといいのかな。あと他の種目よりも、上マークとか下マークとかマーク際ですごい混戦になっているので、それによって順位がすごい動くので、そういうのもゲーム性があって楽しめるってもらえるのかなと思います。今まで応援してくださった方に対して、こう、やっと見せれる場だと思っていて、まずオリンピック決まったことで、とりあえずその、ほっとしたところがあって、で、こう、オリンピック目指すにつれて、こう、とりあえずメダルレースはまず残りたいっていうところが目標になって、第一目標で、その後入賞、メダルっていう風になっているので、まずはそこを目指して頑張りたいと思います。